1989年、あるレーシングサーキット。トレットと書いたヘルメットをかぶったこの男、ジャック・トレットがレーシングの準備をしています。そして車のボンネットを開けているこの少年は、ジャックの次男であるジェイコブ・トレット。そしてこの少年が長男、ドミニク・トレットです。10代の頃から人並み外れた成長を見せていたドミニクは、レーサーだった父親を尊敬していました。ところが、レース中に突然車のエンジンが故障し、この事故でドミニクは父親を亡くしてしまいます。事故でしたが、恨みの矛先は父親と直接ぶつかったドライバーに向かい、彼に暴力を振った罪でドミニクは2年の実刑を宣告されます。時は流れ、ドムは刑期を終えて社会に戻りますが、暴行事件によってレース業界から除名されることになり、全てを失った彼はますます悪の道に入っていきます。それから約10年後、ここはアメリカのロサンゼルス。貨物を乗せた輸送トラックの前に数台の黒い車が現れます。彼らはトラックの中にある高額の電化製品を狙った強盗団。この強盗団による事件が多発すると、 FBI とロサンゼルス市警察が合同捜査を開始し、おとり捜査官ブライアン・オコナーをストリートレーサーとして潜入捜査させます。そしてブライアンはストリートレーサーたちのリーダードミニクに近づくため、彼が出るレースに自分の車をかけて挑戦します。 I don't have any cash, but I do have the pink slip to my car. なかなか上手だなぁと思いきや、結果はブライアンの惨敗。しかしこの時ちょうど取り締まりが始まり、逃げていたドミニクをブライアンが救ってくれたことで2人は親しくなります。こうして無事にドミニクファミリーに入ったブライアン。ブライアンはドミニクファミリーと交わりながら強盗事件も密かに捜査しましたが、証拠は出てこず、警察と FBI はブライアンにプレッシャーをかけます。ピンチになったブライアンは自分も仲間に入れてほしいと密かに直談判しますが、ドミニクは意味深なことを言います。こうして砂漠でのレースに参加したブライアン、そこで疑わしい光景を目撃するのですが、ドミニクファミリーがまたトラックを襲撃しに行ったのでした。これで彼らが犯人であることがはっきり分かったブライアンは、ミアと一緒に彼らの後を追います。先に出発したドミニクファミリーはいつものように順調にトラックを襲撃していましたが、今回はちょっとおかしいでした。トラックの運転手たちは繰り返される犯罪に備えて銃で武装していたのです。その結果、仲間の一人であるビンスは生命の危機に陥り、ドミニクは彼を何とかして救おうとしますが、状況はさらに悪化します。しかしこの時ブライアンが登場してジャンプ、かろうじてビンスを救い出します。死にかけのビンスのためにドクターヘリまで呼びますが、その時彼の身元が明らかになります。ブライアンの正体を知ったドミニクは衝撃を受けたまま去ってしまい、ブライアンは再びドミニクの元にやってきますが、もはやお互いを信じられなくなった彼らは互いに銃を向け合います。犯罪行為が明るみになってしまったドミニクは結局逃げ出し、ブライアンも素早くその後を追いかけますが、あれ、逃げるんじゃなかったの？車を止めて待っているドミニク。ドミニクは最後にブライアンともう一度勝負したかったのです。こうして思いがけず始まった命がけのレース。なんとか列車を避けますが、近づいてくるトラックを避けることができず、ドミニクの車は転覆してしまいます。幸いドミニクは無事で、真の友情を感じたブライアンは自分の車を差し出してドミニクの逃走を手伝います。こうしてブライアンはドミニクの逃走を助けた罪で、職を失っただけでなく犯罪者になってしまい、現在はマイアミに逃亡してストリートレーサーとして暮らしていました。そんなある日、警察と FBI が彼を訪ねてきます。その理由はこの人物、カーター・ベローン。彼は大量のドラッグを流通させる組織を運営していましたが、証拠不足で逮捕できない状況だったのです。 I was able to get an agent in undercover. Recently, Verone put her in charge of finding some new drivers.
FBI は証拠を確保するために潜入させるドライバーが必要で。ブライアンはこの提案を受け入れます。今回の仕事に必要なレーサーは2人。ブライアンは友人のローマン・ピアースを推薦し、ローマンも自分の犯罪歴をなくす条件としてこの提案を受け入れます。この2人は政府からスーパーカーも提供され、身分まできれいにしてベローンを訪ねますが、志願するドライバーは彼らだけではありませんでした。My red Ferrari was confiscated yesterday. The first team back here with the package will have an opportunity to work for me. こうして運び屋のオーディションが始まりますが、この2人にとってこれくらいのテストは朝飯前。やっぱり1位でテストをパスします。実はベローンはこれまで稼いだお金を全部持ってキューバに逃げるつもりで、お金を運ぶドライバーが必要だったのです。そうして2人はベローンの部下たちと一緒に隠しておいたお金を取り出して移動します。しかしベローンはすでに FBI の捜査に気づいていて、作業が終わったらブライアンとローマンをすぐに消すつもりでしたが、これに気づいたローマンは007でよく出てくる助手席飛ばし機能を利用して部下一を始末します。ブライアンも真似してみますが、あらら、故障していました。こうして死の危険にさらされますが、この時ローマンが現れて彼を救ってくれます。その間にベローンはすでにボートで逃げており、2人は車で素早くベローンの後を追います。エアバッグはありませんが、2人は無事でした。しかしゆっくりと近づいてくるベローン。こうしてベローンは逮捕されます。お金も手に入れて事件も解決。でも本番はこれからです。ここはドミニカ共和国。ガソリンを積んで移動するこのトラックの後ろに怪しい車がついてきますが、この男はドミニク。ブライアンの助けで逃走に成功したドミニクはアメリカを離れてドミニカ共和国に逃亡してきましたが、ここでもチームを組んでタンクローリーの油を窃盗しながら生きています。幸い危機を脱して今回も無事に成功しましたが、なぜか暗い表情のファミリーたち。実は今回のことで警察にドミニクの位置が発覚され、早く逃げないとすぐ捕まってしまう状況に。ドミニクはいつも自分のせいで逃げなければならないファミリーに申し訳なく思い、結局彼らを置いて一人で立ち去ります。寂しく過ごしていたドミニクにある日かかってきた一本の電話。ミア、I told you not to call me here. Tom, it's Letty. She's been murdered. 恋人のレティが死んだという知らせを聞いたドミニクはロサンゼルスに戻り、事件の詳細を調べていたのですが、彼女がある組織と関わっていたことを知ったドミニクはドラッグ運び屋としてその組織に入ります。一方、カーター・ベローンを捕らえた功績で FBI に就職したブライアン、今回の任務はドラッグ運び屋としてある組織に潜入することです。こうして再会した2人はドラッグ運びのミッションをクリアしましたが、この組織は証拠隠滅のために作業に関わったレーサーを全員殺そうとします。しかしこれを予想していたドミニクは自分の車を爆破して修羅場を作り、その間にブライアンと一緒にドラッグを持って逃げます。彼らはこれを餌にしてその組織を掃討する計画を立てます。こうして取引をすることにした当日、あまり急いだ FBI のせいで組織のボスであるブラガを逃してしまいますが、組織の内部告発者の助けを借りてブラガの居場所を知った2人はメキシコまで行って彼を捕まえることに成功します。しかしボスが捕まったことに気づいた部下たちが彼らを追いかけ、本格的なカーチェイスが始まります。ドミニクは車で体当たりしたり、ショットガンなどを利用して多くの車をぶっ飛ばして差し上げ、事件を解決します。ブラガを逮捕することには成功しましたが、指名手配中のドミニクも逮捕されてしまい、最終的には25年の刑を宣告されます。これを受け入れることができなかったブライアンとドミニクの妹ミアはドミニクを助け出そうとしますが、ドミニクを殺すつもり。
とにかくドミニクを逃走させた罪でミアとブライアンも犯罪者になり、彼らはアメリカを離れて逃亡者として暮らしています。こうしてブラジルまで入ってきた彼らはもう生計を立てるお金がなく、結局車を盗むバイトをすることになります。ブラジルの犯罪組織と一緒にする仕事でしたが、途中で何か変なことに気づいたドミニクは計画を変え、ミアを脱出させます。そしてブライアンとドミニクはブラジル組織の攻撃を避け、かろうじて列車から脱出しますが、すぐに捕まってしまいます。この男の名前はレイエス、ブラジル最大の犯罪組織のボスで、先ほどミアが乗って逃げた車の持ち主でした。レイエスは自分の車を取り戻すために2人を拷問しますが、ブライアンとドミニクは奇跡的に脱出します。そしてあまりにも車に執着するレイエスに疑問を持った彼らはアジトに戻って車を隅々まで分解します。その結果、車にあった SD カードの中からレイエスの秘密帳簿を見つけます。 No, that's a dealer pack. 一方、車両窃盗事件でドミニクとブライアンの居場所が明らかとなり、 FBI は彼らを捕まえるためにルーク・ホブスチームを派遣します。レイエスと FBI に追われていることに気づいたドミニクはミアとブライアンにチリジリになろうと提案しますが、ミアの突然のカーミングアウト、ドミニクとブライアンはこの知らせを聞いてとても喜びます。もうすぐ生まれる赤ちゃんにとっていいパパといいおじさんになりたい彼ら。いっそのこと、むしろこの SD カードを使ってレイエスの全てのお金を盗もうとします。この大きな作戦を成功させるためにはきちんとしたチームが必要で、4作目でタンクローリーの油を盗む時に一緒だったハン、2作目から出ているローマンとテズ、そして4作目でブラガを捕まえるのを助けてくれた内部告発者ジゼルを全員呼びます。彼らは SD カードの中の情報からレイエスのお金の隠し場所を把握しましたが、問題はどうやって一度に全部盗むかでした。この時ドミニクが提示した一つのアイディア、それはレイエスの倉庫の一つを襲撃し、そこにあるお金を全て燃やしてしまうこと。この知らせを聞いたレイエスはある行動を取りますが、それは散らばっていたお金を一つの金庫の中に保管することでした。そしてその金庫がある場所とはまさに警察署、最も安全な倉庫として選ばれたのが警察署だったほどレイエスの力は想像以上でした。しかしここで諦めるブライアンとドミニクではありません。彼らはパトカーを盗んで警察署に潜入する計画を立てますが、作戦を実行する直前にFBI のホブスチームがやってきます。熾烈な格闘の末、結局彼らは逮捕され、こうして全ての計画は無賛するのかと思いましたが、レイエスの部下たちがドミニクファミリーを始末するために護送車両を攻撃し、今回もドミニクファミリーは奇跡的に無事でしたが、 FBI チームはホブスと女性警察官1人を除いて全員死亡します。ホブスもほぼ死ぬ寸前でしたが、ドミニクファミリーがそんなホブスを救います。その結果、ホブスは死んだ仲間たちの復讐のためにドミニクファミリーの犯罪行為を助けることになります。彼らが立て直した計画というと、ホブスの車に乗ってそのまま警察署に突進。頭脳戦、そんなものはありません。そのまま壁を壊して金庫のある部屋まで突進します。ついてきた2台の車に乗っていたドミニクとブライアンは金庫を解体するのではなく、そのまま引っ張って外に出ちゃいます。金庫を引きずりながら車をぶっ飛ばし、建物まで壊してしまいます。追いかけてくる車も金庫を利用して撃退。ドミニクはこの恐ろしい金庫を利用してレイエスと彼の部下を全員始末し、後に続いたホブスが仕上げとしてレイエスを倒します。ホブスはドミニクとブライアンを逮捕せずにそのまま逃がします。こうやってレイエスのお金を手に入れたドミニクファミリーはお金持ちになって平和な日々を送っていましたが、ある日ホブスがドミニクを訪ねてきます。 It wasn't that hard to find you, Toretto. 逮捕しに来たのかと思ったら、 This was taken a week ago. 一枚の写真を渡すホブス。驚くべきことに、そこには最近撮られたようなレティの姿が。死んだんじゃなかったの？
死んだと思っていたレティはある事件に関わっていて、ちょうどその件を担当することになったホブスが助けを求めに来たのです。 I need your help, Dom. I need your team. 犯罪者になぜ助けを求めるんだ。とにかくホブスとドミニクはファミリーをまた呼び集めます。 Our target's Owen Shaw, former major in the SAS spec ops soldier. ホブスが追いかけているオーエンショーという人物は、各種軍部隊の物品を盗んで軍事通信網を麻痺させる電子爆弾を開発していました。 I want you to help me catch Shaw.He's only got one piece left that he needs, and I intend to stop him before he gets it. Get us to Letty. We'll get you Shaw. Full pardons all the way around. Take it or leave it. こうして作戦が始まり、ドミニクファミリーは応援チームを追いかけ始めます。しかし、思ったよりも手強い彼ら。この奇怪でクールな車と優れた組織力に太刀打ちできないドミニクファミリー。一方、オーウェンを追っている途中、レティを見つけたドミニクは彼女を追いかけますが、レティはドミニクの気持ちも知らずに彼を撃って逃げます。今度のことでオーウェンチームもドミニクファミリーについて調べ始めます。レティはドミニクと一緒にいる写真を見ますが、 You look happy? I don't remember him. なぜかレティは彼のことを覚えていません。ドミニクファミリーもオーウェンチームを調査し続け、彼らが乗っていた車を作ったエンジニアを見つけて尋問しますが、それに気づいたオーウェンチームは情報漏れを防ぐためにエンジニアを殺します。 Hold on. Stay with me. ドミニクファミリーはオーウェンたちを捕まえるために追撃しますが、相手が強すぎますね。虚しくやられるのかと思いましたが、まだ希望は残っていました。 Tell me where to find Shaw and I'll make him pay for this.ジゼルはエンジニアが死ぬ前に残した情報で、これがブラガとも関連があるということを知ります。ちなみにブラガは4作目でブライアンとドミニクが逮捕した犯罪組織のボスです。覚えていますよね。ブラガとオーウェンがつながっていることを知ったブライアンは、ブラガに会うために刑務所に入り、そこで衝撃的な話を聞きます。ブラガとオーウェンは仲間で、4作目でレティは死んでおらず、まだ生きていたレティを殺すためにオーウェンが乗り出したという。 And he didn't kill her. Why?She had no memory. Perfect girl, huh? とにかく要約すると、レティは生きていて記憶を失い、今は利用されているということ。オーウェンの次の目標を知ったドミニクファミリーは待ち伏せして彼らを襲います。今回も軍部隊の護送車両を襲撃していたオーウェンチーム、しかしその中から出てきたのは戦車。オーウェンチームの今回の目標はこの戦車でした。仕方なく戦車を追いかけ始めたドミニクファミリー、戦車を止めようとしますが、そんなに簡単なはずがありません。彼らは乗っていた車のワイヤーを戦車につなぎ、ワイヤーとつながっていた車が橋の下に落ちて、これで重い戦車がひっくり返り、レティは飛んでいってしまいますが、ドミニクがキャッチします。結局捕まったオーウェン、しかしなぜか余裕ですね。みんなが集まった場でオーウェンは衝撃的な話をします。 Maybe you should call Mia. オーウェンはこの時のためにすでにミアを誘拐していたのです。仕方なくオーウェンを釈放したドミニクファミリーはすぐに彼を追いかけ始めますが、オーウェンはすでに飛行機で逃げる準備をしていました。ドミニクとブライアンはミアを救うために飛行機に突進し、 Ride or die. 残りのファミリーは離陸を阻止するために車で飛行機にぶら下がりますが、その時ハンを守ろうとしたジゼルは、あらら、結局飛行機は墜落し、中にいたドミニクは今回も奇跡的に抜け出します。ドミニクはオーウェンチームが作ったものをホブスに渡し、レティは再びファミリーに戻り、ハッピーエンドで終了かと思いましたが、ここは東京。ハンはジゼルが亡くなってからなんと日本の首都東京に来て生活しています。過去に2人は一緒に東京で暮らそうと約束しましたが、オーウェンを追いかけている時にジゼルが亡くなり、1人残ったハンだけここに来たのです。彼はストリートレースに使用される車をチューニングし、それでお金を稼いでいました。そんなある日、実力もないのに血気ばかり盛んなアメリカ人高校生ショーンとレーシングの集まりで出会い、彼に興味を持ったハンは彼をレーサーとして育て始めます。ソフィーリン、こうしてハンからしっかり鍛えられたショーンはだんだん成長していき、全てがうまくいくかと思われましたが、突然ヤクザの下っ端タカシがやってきます。
ハンは普段自分が稼いだ金の一部をヤクザに上納していましたが、その一部をピンハネしていて、それを知ったタカシがハンの元にやってきたのです。銃まで出して彼らを脅すタカシ、ハンとショーンは逃げ出して、タカシも彼らを追いかけます。新宿を通って渋谷まで走ってきた彼ら、スクランブル交差点でとても見事にドリフトしながら逃げますが、ハンは近づいてくるベンツを避けられず、車の燃料タンクに火が燃え広がり爆発してしまいます。あらら。ハンが事故に遭う少し前、この病室に横たわっている男はオーウェン・ショー、そしてその隣にいるこの男はオーウェン・ショーのアンちゃん、デッカード・ショーです。弟の復讐を決心した彼はホブスのオフィスに侵入して、ドミニクファミリーの情報を盗み出し、オフィスを爆破して逃げ出します。この事件でホブスは大怪我を負います。そしてまたさっきの東京での追撃シーンに戻って、逃げるハンを追い込んだ車から出てきた人物はまさにデッカード・ショー。話がこうつながるんですね。死にゆくハンを見ながらどこかに電話をかけます。相手はドミニクでした。 Yeah. You don't know me. You're about to. 電話を切った瞬間、配達された爆弾が、しかし何ともしません。デッカードの正体を知るためにホブスの元を訪れたドミニク。 Who did this? Take a look at this. You remember Owen Shaw? This is his big bad brother, British Special Forces assassin. When you find that son of a bitch, don't miss. ここはハンの葬儀場。仲間たちがハンの死を悼んでいます。ちょうどその時、後ろを通る一台の怪しい車、動物のような本能でデッカードであることに気づいたドミニクは彼を追いかけます。カーチェイスの末にデッカードを止めますが、今回もエアバッグは開きません。デッカードを殺すためにハンマーを用意してきたドミニク、ハンマーを持ってきたことを後悔したその瞬間、謎の特殊部隊が介入してドミニクを助けます。介入してきたこの男はノーバディと名乗り、 I'm here on the recommendation of a mutual friend of ours, Mr. Hobbs. 自分についてくればデッカードを探してやると言いました。とにかくノーバディが言うには、最近ラムジーというハッカーがゴッドアイというネットワークハッキングシステムを開発したが、それを狙ってある団体がラムジーを拉致したそうです。だから拉致されたラムジーを救出して消えたゴッドアイを見つけてくれれば、そのゴッドアイでデカードを探してやるということでした。つまり例えばスマホをなくしたからスマホを探してくれれば、そのスマホでデカードを探してあげるってこと。そうしてドミニクは再びファミリーを招集し、ラムジー救出作戦を立てます。今回の作戦はまさに航空落下、車に乗ったままスカイダイビングをする作戦でした。このありえない作戦により、彼らは敵の監視網を避けて接近することに成功し、ラムジーを救出します。 How about you tell us where that device is? I mailed it to a friend in Abu Dhabi. 彼らはすぐにゴッドアイを保管していたラムジーの友人を訪ねますが、友人はすでにゴッドアイを売ってしまったそうです。それもヨルダンの王子に。ドミニクファミリーは仕方なく王子のホームパーティーに潜入して家の中をくまなく探しますが、ゴッドアイはこのとてつもなく高い車の中にありました。しかしドミニクファミリーは警備隊に見つかり、デッカードまで登場して銃撃戦が始まります。高層ビルの真ん中に閉じ込められてしまった状況。するとドミニクは車に乗ったまま脱出しますが、2人はなんとかそこから抜け出しますが、4億円の車はそのまま。あらら。そんな中、幸いゴッドアイを無事に回収した彼らは、それを使ってデッカードを見つけ、すぐにデッカードの元に向かいますが、これは罠でした。デッカードはラムジーを誘拐したテロリストと手を組んでおり、ドミニクの襲撃に備えていたのです。それによってノーバディは撃たれて、なんとか回収したゴッドアイまで奪われることになります。ゴッドアイを手に入れたテロリストたちに逆に追われることになったドミニクファミリーはロスに逃げ、デッカードとテロリストたちも彼らを追いかけます。再会したデッカードとドミニクは再び正面対決を繰り広げ、激しく戦い始めます。ここではテロリストがレティとラムジーを攻撃しますが、
この時病院から脱出したホブスが現れて彼らを救います。一方まだ戦っているドミニクとデッカード、キック一発でデカードを倒したドミニクは再び車に乗り込んでとんでもないジャンプを見せ、ヘリに手榴弾を届けます。今回もホブスが最後の仕上げをして、そしてデッカードは逮捕されます。もう本当に全部終わったのかなと思いましたが、ドミニクとレティがしばらくキューバで平和に過ごしていたら、ある日ある女性が車が故障したふりをしてドミニクに接近します。何の疑いもなく助けてくれるドミニクに、やぶから棒に自分のために働けというこの女性、サイファーと呼ばれる伝説的なハッカーでありサイバーテロリストでした。ドミニクは当然この申し出を断りましたが、サイファーはドミニクに何かを見せます。一体何を見せたんだろう。 Oh, you're gonna want to work for me。一方消えた電磁パルス砲を回収せよという任務を受けることになったホブス。この作戦はアメリカ政府の承認なしにドイツ軍に侵入しなければならない危険な作戦でした。ホブスはもう一度ドミニクに助けを求めます。モテモテですね。ドミニクファミリーはホブスと共にドイツ特殊部隊の追撃を突破して電磁パルス砲の回収に成功しますが、突然ホブスの車に衝突するドミニク。車にあった電磁パルス砲まで奪った後、忽然と消えますが、思いもよらないどんでん返し。任務に失敗したホブスはドイツ政府に逮捕されて刑務所に入りますが、その隣の部屋にはなんとデッカードが収監されていました。ミスター・ノーバディはホブスとデッカードを刑務所から出してあげて、ドミニクのファミリー全員を呼び集めます。現在ドミニクはサイバーテロリストのサイファーのために働いており、メンバーたちはゴッドアイを使ってドミニクを探しますが、最高のハッカーであるサイファーはむしろこれを逆に利用して彼らを襲撃しゴッドアイまで奪います。ドミニクはなぜサイファーのために働いているのかというと、実はエレナと彼らの間にできた息子が人質に取られていたのです。エレナって誰だっけ。かつてレティが死んだと思っていた頃、ドミニクはエレナと交際していて、その間に息子が生まれましたが、ドミニクはそれを今まで知らなかったのです。もう悪い男ですね。こうしてエレナと息子を守るためにドミニクはサイファーの命令に従わざるを得ませんでした。次の命令は核ミサイルの発射コードが入ったカバンを奪うことでした。このカバンはロシア国防大臣がいつも携帯していましたが、彼はちょうどニューヨークを訪れる予定でした。サイファーはこの時を狙ってカバンを盗む計画を立てます。ニューヨーク市内の多くの車をハッキングして道路状況を完全にコントロールし、ドミニクはその隙を狙ってカバンを奪取しました。しかしこの時現れたドミニクのいないドミニクファミリーが彼の前に立ちはだかり、結局レティがカバンを奪うことに成功します。しかしすぐにサイファーの部下に捕まったレティは死の危険に陥りますが、ドミニクが彼女を救います。自分の命令に逆らう彼の行動が気に入らなかったサイファーはドミニクの前でエレナを殺してしまいます。サイファーの次の目標は原子力潜水艦の奪取。そのため彼らは潜水艦があるロシアのウラドビン海軍基地に行きます。彼女の最終目標は核発射で、それに気づいたドミニクのいないドミニクファミリーもウラドビンに来ます。最後の任務のために潜水艦の近くに移動したドミニクは、ホブスから奪った電磁パルス砲を駆使して周辺の電子機器の電源を全て切り、サイファーは潜水艦をハッキングします。こうして必要な全ての準備を終えたサイファーはすぐに核ミサイルを発射しますが、なぜか発射されませんでした。ミサイルが発射される直前、ドミニクのいないドミニクファミリーがミサイルの発射を阻止したのでした。一方ドミニクはここに来る前にデカード賞とオーウェン賞の母親マグダレーン賞に会って自分の子供を救うように頼んでいました。突然の新キャラでしたが、とにかくマグダレーン賞はドミニクの要請を受け入れ、息子2人をサイファーの飛行機に侵入させてドミニクのベイビーを救うことに成功しました。息子を救ったという知らせを受けたドミニクは、
サイファーたちの全ての車を爆破してしまいます。これに怒ったサイファーはドミニクに熱弾道ミサイルを発射しましたが、ドミニクはむしろそれを利用して潜水艦に命中させます。 This is for my son. こうして全てが終わり、ドミニクは息子と再会します。 Everyone? この子の名前は Meet Brian.それから約5年後、静かな田舎でリトル・ブライアンと一緒に平和に暮らしていたドミニクとレティの前に正体不明の車が現れます。心配とは裏腹に現れたのはファミリーたちでした。彼らは衝撃的なニュースを伝えます。 So what's up? その内容とは、サイファーの生け捕りに成功したミスター・ノーバディが彼女を飛行機で移送する途中で内部の裏切り者に襲撃されたということでした。彼らが乗っていた飛行機は中央アメリカにあるモンテキントという国で墜落したが、そこにミスター・ノーバディはおらず、正体のわからないものばかりでした。結局バレてしまい、彼らは軍隊から逃げることに。膨大な量の銃弾や地雷を避けて逃げることには成功しますが、肝心なこのパーツを正体不明のマッチョに奪われてしまいます。信じられないですが、このマッチョはドミニクの実の弟、ジェイコブでした。父親が死ぬ前に最後にボンネットを開いたのがジェイコブだったので、ドミニクはジェイコブが犯人だと考え、彼を追い出して家族の縁を切りました。そうしてあちこちをさまよっていたジェイコブはミスター・ノーバディの傘下に入って精鋭要員となりましたが、現在はモンテキントの軍部政権と手を組んでミスター・ノーバディを裏切ったのでした。ドミニクファミリーはミスター・ノーバディのコンピューターを利用して奪われたパーツの正体を確認します。 Say hello to Project Ares.You take Ares and upload it to a satellite. Then it'll be a matter of time before someone can control any weapon system. また、このコンピュータの中にはアリエスを有効にできるキーに関する情報もありましたが、その正体はデッカード賞によって殺されたハンでした。No way. 一方、ジェイコブはサイファーの助けを借りて残りの半分を盗むことに成功しますが、その時、ありえない方法でジェイコブを捕まえたドミニク。一方、ハンの死をめぐる秘密をもっと調べるために東京に来たミアとレティ。二人はある家に入りますが、そこで見つけた一枚の写真。ここはハンの家でした。ところが、二人を攻撃する怪しい人たち。二度と女を無視できないように思い知らせましたが、すぐに包囲されてしまいます。しかし、ちょうどこのタイミングを狙っていたかのように登場するハン。こうして死んだと思っていたハンは正体不明の少女と一緒にファミリーの元に戻ります。実はデッカード賞が復讐のために東京に来るという知らせを事前に入手したミスター・ノーバディがこの事故を利用してハンを死んだように偽装したのでした。当時ハンはノーバディの頼みである科学者が作った技術を盗みに行ったのですが、偶然にも同じ日にこの科学者夫婦が暗殺され、一人残った子供を見過ごすことができなかったハンは結局自分が保護することになりました。この科学者夫婦が作った技術がアリエスで、娘のこの少女がアリエスを有効にすることができるキーそのものでした。ノーバディはハンとこの少女を守るための最善の方法を計画したのです。しかし今回の事件でアリエスの存在が露出し、再びファミリーと合流することになったのです。そしてこれら全てをこっそり聞いていたジェイコブ、大事な話を終えるや否や待っていたかのようにジェイコブの部下たちがここにやってきて、そんなジェイコブにまた失望したドミニクは彼に厳しい一言を言いますが、これに耐えきれなかったジェイコブは今まで言わなかった秘密を語ります。事故があった日、エンジンを壊したのはなんと父親本人でした。借金の多かった父親は八百長でお金を稼ごうとし、次男のジェイコブにこの仕事を手伝わせたのです。しかし長男を失望させたくなかった父親はジェイコブにこのことを絶対に言わないでほしいと頼みました。しかし不意の事故につながって父親を失い、濡れ衣まで着せられたジェイコブでしたが、彼は最後まで父親との約束を守り、何も言わずに黙って家を出たのでした。過去はどうであれ、キーを手に入れた彼らはアリエスの信号を世界中に送信する衛星まで発射してしまいます。もうドミニクたちのミッションは2つ。1つ目はアリエスのキーである L を取り戻すことで、2つ目はすでに軌道に乗った衛星を阻止することでした。この2つ目のミッションのためにテズとローマンは東京ドリフトの主人公だったショーンを訪ね、ちょっと待って、これがあの子？
とにかく彼らはちょうど宇宙に行ける車を作っていたので、ローマンとテズはすぐに宇宙に行く準備を整えます。 Man, this is insane. こうしてワイハゲシリーズは宇宙に飛んでいきます。一方、エルを救うために出動したドミニクファミリー、ジェイコブの作戦はほとんど成功する直前でしたが、まさにこの時ジェイコブは裏切られます。ピンチの瞬間、ドミニクはジェイコブを救い出し、トラックの中にあるアリエスを回収しないといけなかったのに、どうしてもこのトラックが止まらなかったので、ドミニクとジェイコブは一丸となってこのトラックを転覆させようとします。宇宙に行ったメンバーたちも悲壮な覚悟で衛星に向かって突進します。こうして今回も見事にミッションを成功させ、ワイハゲを完成させます。そして今年2023年5月、ついにワイルドスピード、ファイヤーブーストが戻ってきます。今回の作品ではジェイソン・モモアが新しい悪役として登場する予定です。予告編を見ると、彼は5作目に登場したブラジルマフィアのレイエスの息子で、復讐を目論んでいるようです。また復活したハンを含む他のファミリーメンバーも全員出演し、ハンを殺した犯人、いやハンを殺したと思っていたデッカード賞まで加わり、実に華やかなハゲパーティーになるものと予想されます。ここまでワイルドスピードの特集でした。ありがとうございました。では次の動画でお会いしましょう。